はい、ラックギターです。前回、桜井正樹さんのギター全機種、5機種について、ご紹介したんですけれども、今回は桜井光のブランド全機種、3機種についてご紹介したいと思います。はい、それでは店長さん、よろしくお願いいたします。まず紹介するのが、はい、そちらですね、プロフェッショナル J ですね、はい。このギターというか桜井正樹ブランドと桜井光のブランドの、まあ、違いですね、をまず最初に説明させていただきます、はい。まずデザインですね。ヘッドのデザインが桜井さんとは違います。こういうふうなデザイン で、あとネックの裏なんかもこれは桜井さんと全く一緒ですね、はい。一番違うのは、まあ、こういうヘッドのデザインであるとか、あとはこの表面板のですね、裏側の力木ブレーシングですね、はい、が桜井さんのギターとこのギターでは全然違うということですね、はい。まあ、お客さんにはあまり関係のない部分なんですけど、まあ、そこで出てくる音が根本的に違ってくるということになると思います、はい。だからまず桜井光のブランドに関しては、1998年に河野さんが亡くなったわけなんですけれども、その後22年にわたって、はい、まあ、このギター桜井さん作ってるんですけれども、まあ、その机はそのまんまずっとやってて、桜井さんについては桜井さんはそれなりに結構工夫してます、この22年の間に、いろんなことをどうも工夫してます、はい。で、具体的にはあんまり我々にはわからないところも多々あるみたいなんですけども、まあ、一番違うのはブレーシングの違いで、それによって出てくる音が違ってくると。だから桜井光のブランドと桜井正樹ブランドでは音が根本的に違いますということですね。全く別物の別物と思ってもらっていいと思います。ただし別物なんですけども、力技ブレーシングが違っても、はい、同じ人が作った場合、はい、似た音になってしまうということもあるんです、クラシックギターの場合、はい、指向ギターの場合。だからそこのところも、まあ、いろんなこう角度から、はい、考えられるんですけど、まあ、いずれにしてもブランドが違うから違う音なんだと思ってもらっていいと思います、はいはい。河野さん河野正さんの、まあ、ギターの、まあ、音色には近いんだけれども、桜井さんの、まあ、ギターの音色も入ってる。それが桜井光のギター。そういうことになるよ。それまさにその通り、正解です。そういうことですね。じゃあ、まあ、2人の良さもそのまんま入ってるというような感じで、まあ、これどうしても入っちゃうってことですね。なるほど、わかりました、はいはい。で、最初のこのプロフェッショナルゲーン J の、はい、説明に入りますね、はい。で、まずこのギターは原長が650、はい、そして表面板がスプルース、はい、横と裏に中段でローズウッドというものを使っています、はい。まあ、こういったもののこうレベルというかに関しては桜井正樹ブランドと同様になりますね、はい。価格が似たようなところになりますと同じような横裏材、あと表面板の質ということになるんですね、はい。ですからこのギターは定価が50万、販売価格は40万なんですけども、はい、糸巻きがこれになりますね。5等の 35AR のアルミの軸の、1600というものが糸巻きがついています、はい。で、音の特徴ですけれども、前回の桜井正樹ブランドの、コンサート R という機種で、サイドバックローズを使っているので音がこう柔らかい優しいみたいな言い方をしたんですけども、まあ、このギターも実はこの桜井光のブランドの中では弾いてみると非常に柔らかい音がするんですね、はい。私弾いてみてて思うのは非常にソフトな感じで、なんて言うんでしょうね、柔らかい音、はい、うん、優しい音がします。で、特に1弦とかこう弾くと、今これチューニングしてなくて音出せないんですけども、
非常にビブラートなんかもかけやすい、こう柔らかい、弾きやすい、はい、そういう作りになってます。柔らかいテンションになるというのはなぜなのか私にはこれ分かんないです。ヘッドの角度と、あの桜井さんのギターの時に言いましたけど、ヘッドの角度とここの角度でテンション変わるということを言ったんですけども、それに関しては基本変わってないわけですね、桜井ブランドとこのギターは、はい、ですけど柔らかいんです、弦の張りが、はい、だから大変弾きやすいです、そういう意味では。で音も柔らかいと、だから非常にこう一弦の鳴りが気持ちよく出てきてくれるというものになっています、はいはい。で続きまして、次のギターが同じ機種で、表面板にシダーを使ったものですね。これを50万定価の、販売価格40万、色が全然違います。こうですね、こういう感じです。画面向かって右側が杉で、シダーで左がスプルース、はい、そういうことです、はい。でそれでは先ほどのスプルースのプロフェッショナル J とこのプロフェッショナル J がどう違うか、まあ、表面板はシダー、はい、まあ、横裏は同じです、はい、中南米ローズ、まあ、木目は違いますけどね、あの中南米ローズということを使ってますね、はい。でその他の仕様は一緒ですね、はい、あの糸巻きも同じ、ネットの裏も同じ、はい、で違うのがこの表面板のみ違うんですけど、はい、これ表面板が違うということは、先ほどのですね、実はその桜井正樹ブランドと桜井甲のブランドの違い以上にスプルースとシダーでは全然違う音になります。もう作ってる人が違うんじゃないかっていうぐらい違う音です。あ、どのくらい、どういうところが違うかっていうと、はい、スプルースよりもシダーの方が音がね明るくて、はい、音がでかいです、はい。でこれも本当に個人的な弾いた時の感覚なんですけども、杉の方がテンションが柔らかい感じがします。だからさっきテンション、もともとプロフェッショナルでは柔らかいって言いましたけど、さらに杉のシダーのこのギターはさらに柔らかくて音が大きく出るんで、力を入れなくてもそのまんま弾ける、はい、かなりこれは弾きやすい、うん。で、立ち上がりもよく、はいはい、あ、要はその木の質量が軽いんですね、柔らかいんですね、スプルースに比べて。だから明るく音量があり立ち上がりも良いと、これ良いとこずくずくなんですね、シダーっていうのは、はい。で、まあそういうことなんで、さらにテンションが柔らかいから、まあ、弾きやすくもあると。もともと弾きやすいギターがさらに弾きやすくなると、はい、こういう特徴を持ってますね。だから非常におすすめの一本です、はいはい。で次が、桜井甲のブランドのスペシャルになります。こちらはちょっと中古品になりますかね。いやいやいや、これ新品。失礼しました。これ新品です。新品、はい、全て新品です。全て新品、はい、失礼しました、はい。今回紹介するのは全て新品です、はい。定価が定価が、70万ですね、はい。で56万円の販売価格、はい、プラス税となりますね。これも、表面板がスプルース、横と裏が中南米ローズですね、はい。まあ、中南米ローズの特徴、こういう黒いこういうのが入るとかね、これはそういう特徴を持ってますね、はい。で、このギターについて、ここがこう、あ、前の桜井さんのギターもそうだったんですけど、ブリッジがこう丸く月のようになってますね、はい、三日月のようにね。それから、あ、ネックの裏もこうで、はい、2本黒炭が入って、はい、ネックがセドロ、セドロ、はい、から糸巻きがこれ、後藤の510番、はい、マザー・オブ・パールのホワイト、はい、白鳥貝、はい、白鳥貝がついています。48,000円、はい、はい。で、これのこのギターの特徴ですね、さらにさっきのプロフェッショナル J の音をさらにキュッとした感じです。凝縮した感じ。凝縮して、要するにもっと音が濃いって感じです。ああ、なるほど。あと強い。はい、ギュッってなってるから強い感じの音。はい、そういう
音がします。はい、で割と次にあの紹介するマエストロ一番上の機種に比べてやっぱりテンションがこれの方が全然柔らかいです、はい、なのでなんでそういう違いが同じ設計なのに出るのかちょっとわからないんですけど、実際弾いてみるとこっちの方が弾きやすいんです、マエストロより。ただ私はどっちかというとこっちの方を手に取ることが多いですいうことになりますね、はいはい、次がマエストロ、桜井コーノブランドの一番上の機種、最高峰の機種になりますね、はい、でそれがこちら、やっぱり表面板がスプルースで、横裏が中南米ローズ、はい、定価が100万円で、100万円で80万ですね、はい、で木目がかなりこうあエキゾチックな、とても綺麗な、横もこうですね、はい、こういう黒い線が入って非常に名木ですね、いわゆるね、はい、名木調の、でここも三日月状になっていて、まあ、こういう飾りも入っていると、はい、それからさっきのスペシャルもそうだったんですけど、ヘッドがここに穴が開いているっていうね、かなり込み入った彫刻的な作りになっています、はい、そしてこの黒蝶貝5万7000円ですね、はい、アルミの軸になります、はい、これは黒いアルミになりますね、黒のアルミ、はい、はい、で音、これははっきり言って、プロ仕様です。だから私は先ほどスペシャルの方をどうしても手に取っちゃうと言いましたけど、練習量の多い人はこっちの方がいいです、はい、つうのはさらにスペシャルよりも音が強いですこっちの方が。なのでまあ具体的に言えばコンサートホールで弾いた場合ですね、はい、しっかりこのギターに対応できる左手右手の筋力とそのテクニックとあれば、はい、まあ音の届きやすさというかお客さんに、ホールの隅々まで届くっていうことに考えるとこっちの方が音が強いので、はい、その可能性は高いです、はい、はい、いうギターですね。でこれもネックとか同じです、やっぱり日本の国体が入ってネックバセドロという材料ですね、はい、はい、これが以上です。はい、もし欲しい方いらっしゃいましたら、ご連絡ください。はい。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。